こんにちは。久しぶりに本当の玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズです。あ、間違えました。やり直し。こんにちは、川辺真由美と最初は犬サニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズです。はい、よろしくお願いします。おー、いい、ナイスナイスナイス、グッドなタイミングでした、ツッコミ。はい、今日はですね、ルン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 、ちょっとルンルンルン、待ってましたよ、待ってました。最近ちょっと昨年の年末ぐらいから、結構ハマってます、成城石井さんシリーズです。今日は特にプレミアムチーズケーキと、あと、何でしたっけ、フォルマッジを、そうなんだ、あれからすぐにフォルマッジを買おうとしたら売ってなかったんですよ。で、それで、あれ、もうフォルマッジはお店に行かないと買えないかなって思っていましたが、買いました。といっても、もう冷凍庫に入りきれないんで、もう少しずつなんですが、はい、あらららら、来てます来てます。で、今日は新しいものもちょっとあれしました、買いました。まずプレミアムチーズケーキですね。あら、サニーちゃん、サニーちゃんなんか興味津々です。今回はプレミアムチーズケーキを2つ買いました。はい、続きまして、フォルマッジも買いました。お正月はあのフォルマッジね、あの単品で売ってなかったんですよ。あら、サリーちゃんはもうなんかもうあれですね。はいはいはい、わー、おいしそう。ワインにも合うんですよ、フォルマッジ。フォルマッジでーす。はい、6種のチーズのフォルマッジ。はい、で、それでですね、今回ちょっとせっかくなので、なんか人気があるものをと思いまして、これがですね、ホットビスケットだそうです。4個入りです。で、普通こんなホットビスケットだとなんか甘いものをイメージしますよね。でも、これが感想を見るとそうでもないんですよ。だからもしかしたらワインとかにあったりするかなと思って、試しに買ってみました。これだけでね、370円かなんでね、非常にお得です。美味しいと嬉しいですね。はい、っていうか、あの、お菓子っぽくないと嬉しいです。でも、お菓子っぽいことはね、書かれてなかったんですよ。砂糖入ってますけど、最後の方だからほんのこう甘いって感じではないようです。はい、で、今度はですね、あとやっぱり、ベーコン、まあ、ベーコンはね、どこでも買えますけど、なんか成城石井ベーコンだそうで、これもちょっと人気ですね。なんて書いてます？化学調味料不使用だそうです。はい、ベーコン、ちょっとお値段等は忘れました。っていうか、最初から覚えてないですね。はい、これがですね、これも成城石井自家製ですよ。自家製のソーセージ、ちょっとこれも試しに食べてみたいと思います。はい、それからですね、これが人気なんだそうです。これリーズナブルで、の前回箱に入ったパスタソースを、なんかウニとかボロネーゼとかいろいろフォルマッジとかいろいろ買ったら全部美味しかったです。で、これはですね、あえるパスタソースということで、いろんな種類が入っています。これも楽しみですね。ジェノベーゼ、カルボナーラ、ペペロンチーノ、和風カラスミ、つぶつぶたらこだって、あらららららね、パスタソースですが2つずつ入って10個入ってるんですよ。すごくあのネット上では人気でした。はい、そしてこれがちょっと楽しみでちょっと買ってみました。これね、ミニブリーです。ブリーというと、カマンベールというか白カビのチーズですね。
で普通我が家では大きいのを買ってこう切ったりとかして食べるんですが、もう年ですからちょっとあんまりこの脂質も控えて、できるだけチーズみたいなものをたくさん食べるのねやめた方がいいということで、これで可愛いでしょ、ミニブリーが入ってますね、3つ、 25g の3つ、ちょっと開けてみますか。今日は早速このブリーを味見してみましょう。個包装です。あららら、こんな感じです。ミニブリー可愛いです。はい、そして最後にこれですね、もう最近ハマってるマリネの素、紙調味料です。前回3本買いまして、もう1本は綺麗に使い切りました。この手のものっていうのは私最後まで使い切ることがあんまりなくて、もう最初おいしいおいしいとか食べてても、3分の1ぐらいになった時になんか飽きてきたりとか存在を忘れてしまって、しばらくだって冷蔵庫の中にあって、あもうかなり古いしな、もうちょっともう捨てるしかないかななんて思うことが多いんですが、今回はもうこれ全部もう1本使い切って今2本目に入ってます。で前回買ったのがまだ1本あるんですが、これはもしお友達で、私があんまりにもおいしいおいしいって言ってるんで、あなんか食べたいわっていう人がおられたら、プレゼントしようと思って一応余分に多めに買っております。はい、ということで以上成城石井祭りでした。ということでサニーちゃん楽しいね、おいしいよ今日は。はい、なんかサニーの芸が全くできないんで申し訳ないです。あ、人おー、もうピュアってサニー、こうポンポンってやって、ポンポンってやって、やってっと言ったらやらんね。はい、ということでございまして、今日はですね、一日ナイスです。はい、そしたらある方がですね、こうやってじっと座ってるだけでも十分な芸だと言ってくださいましたね。ということで、こういう芸をしております。はい、今日もありがとうございました。嬉しい、美味しい。